肉づくは、インドネシアのモルッカ諸ョ原産の肉づく科の常緑鉱木の一種である。香辛料のナツメグ及びイメースの主要な源として重要である。中国の関東省や雲南省、台湾、インドネシア、マレーシア、カリブ海のグレナダ、インドのケイララ州、スリランカ、南米を含む熱帯地方各地で広く栽培されている。生薬としての種皮を取り除いた種子も、 肉づくと呼ばれる。肉づくは常緑樹であり、樹高は通常55メートルであるが、日どれでは20メートルや30メートルに達することもある。五星葉の色は濃い緑色で、長さは55センチメートル、幅は27センチメートル、傭兵はおよそ1センチメートルである。肉づくは死有位体性である、すなわち、雄、または、バ花と、メス、または、 メバナが別の植物体上に出てくる。しかし、稀に両方の種類の花をつける個体もある。果序は、釣り金形、薄黄色で幾分老分が多く、肉厚である。尾花は一つから十の群として配置され、それぞれが長さ5、7ミリメートルである。メバナは一つから三つとより小さな群であり、長さは最大10ミリメートルと尾花より幾分長い。メカブは、 滑らかな黄色の卵型、または梨型の果実をつける。果実の長さは6 9トル、直径は3 5 5トルである。果実は肉厚の殻を持つ。こなすと殻は果実の全長にわたる重線に沿って半分に割れる。中には紫色茶色の艶のある種子がある。種子の長さは2、3センチメートル、幅はおよそ2センチメートルで赤色、または 真紅色のカリシュ比で追われている。種子は、香辛料のナツメグのカリシュ比は、メースの元元である。肉づくは、1774年に、オランダの植物学者マールテン・ホッタインによって二名法による学名が与えられた。それより以前にも、ゲオルクルンフィウスらによって記載されていた。種小名のフレグロンスは、良い香りのという意味である。ありがとうございます。